中日の福永祐希が、内外野3ポジションの継続練習で出番を増やす。前半戦は4月下旬に昇格し、1、3塁に加えて外野でも出場した。今後も外野の練習を続けるといい、名古屋球場で汗を流した。時間を見つけて頑張ります。ポジションや打順に関わらず、使ってもらったところで結果を出せるように頑張ります、と語った。実質勝ち取ってたポジションポイ捨てさせられて、サバイバルに再放逐されるのかわいそうだわ。やれるポジションが増えるのは良いことなんだけど、なんで打てる人が打てない奴のためにそれやらないといけないのかわからんわ。福永がレギュラー取るチャンスだと思えばいいやん。福永より打てるとは言わなくても、使うに値する選手を出すために、複数ポジション守れる福永には申し訳ないけどってならまだわかるんだけどな。どうせ中田は固定されるだろうから、一番はライバルは周平やな。打ててる選手がコロコロされて、打てない選手が固定される、意味わからんチーム。ファーストは無難に、サードではいいプレー連発してるのに、チーム事情でポジション打順を右往左往させられるの本当アホらしい。長い目で見たら確実に本人の選手寿命を伸ばしてくれるから頑張れー。まあでも今後のために外野はできるようになってほしいんよな。今季はやらなくてよいけど、来季までにカリステレベルのレフトできるようになるといいな。福永、今日の細川の雄姿見てるんかな？村松もだけど、なんか偏った選手起用の影響受けてるよな。でもきっとこれからの野球人生においてプラスになるよな。何度でも言うけど、荒木や井端も、外野もやってチャンス掴んでる。福永は来年はレギュラー取る実力がある選手だと思うから、可能性は広げてほしい。マルチポジションが冷遇だとは全然思わん。福永はとにかく打席に立つことが大事だから、どこでも守れる方がいいわな。一軍の試合に出ないといけない選手だし、今はいろんなポジションやればよいよ。これから先、レギュラー張れるくらいの選手だし。